刻は7時45分を回りました。お届けした曲はこれで完成だ。レッツゴーでした。今日も美味しく食べてね。さあ、まだまだ皆さんからのリクエストソング募集しています。遅刻しちゃう。新しい子ね。メッセージは FM のホームページ、お弁当。いや、確かに言われてみれば最近コナミ感謝を伝えてないかもしれないですね。お誕生日おめでとう。改めて伝えようとありがとう。メールとかで伝えたと思うんですけど、今日も入れてくれた、ね、ミニトマトちゃんと入れましたよ。他にもコナミが大好きなものいっぱい。やった、今日のお昼が楽しみ。あ、いけない、早く行かなきゃだった。もう気をつけてよ。うん、あ、この曲お母さんが大好きな曲。へえ、お母さんこの曲好きなんだ。あ、いけない、急がないと。行ってきます。いらっしゃい、本当気をつけてね。はーい。握り返せなかった。さてと、片付けなきゃ。お送りする曲は君がいてくれて。この曲をリクエストしてくれたのはラジオネームお弁当にミニトマトは絶対さん、学生の方ですね。今日は私の18歳の誕生日です。なんだか自分が18歳というのは不思議な感じで、ちゃんと大人になれるのかなと不安な気持ちです。そんな今日はお母さんに感謝を伝えたいです。仕事をしているのに私のお弁当を早起きして一日も欠かさず作ってくれて、大好きなミニトマトも欠かさず入れてくれて、いつも愛情たっぷりで世界一美味しいお弁当です。お母さんいつもありがとう。ちゃんといい娘でいられてるかな。これからも友達みたいな親子でいようね。もっと余裕を持った素敵な女性になります。大好きだよ、誕生日をありがとう。というメッセージと曲のリクエストをいただきましたけれど、いやなんか素敵ですね。大きくなったね。誕生日をありがとうなんて言えます？母親に感謝のメッセージをなんてね、もう素敵な女性ですよね。お母さんこれ聞いててくれるかな。素敵に育ってますよお母さん。こちらこそありがとう。心重なる CCN のテレビでラジオ。まだまだメッセージお待ちしています。あなたが感謝を伝えたいのは誰ですか？